こんばんは、エゾシカグルメクラブベースの松下和樹です。エゾシカグルメクラブドラムの森谷優希です。さあ始まりました、エゾシカグルメクラブのリズム隊2人でお送りするラジオ番組まかないラジオ第23回でございます。はい、この番組ではエゾシカのことをより知ってもらうために我々2人がエゾシカのプライベートな部分やちょっとディープなところに踏み込んでお話をしていきます。はい、はい、やっていきましょう。はい、いや、この間ね、今年初銭湯に行きまして。おう、はじめ、まあ、そう、はじめ銭湯、はじめ、はい、なんかね、去年もあんま行けてなかったんですよ、その年末寒すぎて、うん、まあね、そう、 寒いと行きたいんだけど、寒すぎると出たくない、サウナの後に整う時に寒すぎてもうなんか痛いみたいなしびれるみたいな、そうそうそうなっちゃうからちょっと控えてたんですけど、はいはい、まあ、さすがに行こうと思って、なんかライブのね前日に行ったんですよ。そうで、まあ整って次の日ライブやったんですけど、まあ調子が良くて、おー、やっぱ出る、そう、やっぱね、整ってから行った方がいいって思ったそうだから毎回ライブ前ちょっと銭湯行かなきゃなとか思って。なるほど、うん、でちょうどね、すぐるさんも同じタイミングで銭湯行ってて、なんかサウナ俺も行ったわみたいな、なんか LINE 出てたよね。あ、それか、そうそうそう、はいはい、そのタイミングで行っててさ、なんかみんなやっぱサウナ好きなんだなと思ってまっちゃんも結構行ってるよね、たまに。行きたい、あ、行きたい、あ、行くし、また行きたいすぐにまた行きたい、はい、たまになんか一人でさ、祖師ヶ谷、あ、行きましたね、行ってたよね。もうあれも潰れちゃうみたいなね。あ、そうなんだ、あ、先週の話にしてていつまでもやってると思うなよ。まあ、なんでね、その銭湯が好きかっていうと、祖父母がね、うん、昔その、まあ、今は亡くなっちゃったんですけど、はい、大阪に住んでまして、祖父母が、で夏休みとかね、ちっちゃい時遊び行ったりしてたんですよ、うん、で行くたびにその銭湯におじいちゃんが連れてってくれるわけですよ。でおじいちゃんと二人で入った銭湯が、なんかもう思い出いい、ね、ワクワクみたいな、はいはいはい、夏休みのワクワクの象徴みたいなさ、そう、とこがあって、なんか銭湯の匂いとかさ嗅ぐとなんかおじいちゃん思い出すのよそうそう、そういうのがあって、なんかめっちゃ好きでよく行くんですけど、うん、なんか音楽とかもそうなんだけど、匂いとかその音とか、なんか記憶ともう強烈に結びついてるみたいなのあるじゃないですか。 あるね。そう、なんかそれがなんか銭湯にもあるなと思ってて、入りながら、銭湯にね入りながら、なんかエゾシカの音楽もそういうなんか人にそういうパワーを与えられてたらいいなみたいな、うん、なんか思い出とリンクしてエゾシカの音楽聴くとあの頃思い出すみたいな、いいね、なるといいなとか思いながら一人で銭湯に入ってました聞いて整ってほしい。そう、あ、そういうこと？違うか。だから整った時に聞いといて、エゾシカの音楽聞くと整うみたいな。なってくれてもいいですけどね。はい、なんかそういうちょっといい話を、うん、思いながらね、銭湯に入っておりました。はいはいはい。というわけで今日も始めていきましょう。まっちゃんモリアのまかないラジオ。はい、ということでですね、先週に引き続きゲストにお越しいただいております、エゾシカメンバーと同じく銭湯大好きなこちらの方でございます。ギターの黒沢です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。オープニング毎回すごいいい話してるいや、今日のいい話だったね。先週はちょっとなんか寂しいちょっとノスタルジックな話だったよ。今週もね、おじいちゃんの、あ、ごめんいや、なんかそのちょっと面白い話を目標にしてるんですけど、はいはい、全然面白くなんないっていう最近の悩みです十分ですよまあ、というわけで先週はね、いろいろと黒沢さんにエゾシカとの出会いとか、まあ、なんか印象だったりいろいろ聞いてきたんですけど、はい、なんかラジオとか普段聞いたりしますとか、出たことあります？出たことはほぼないです。なんか昔やってたバンドで、はいはい、なんかうっすらあったようなぐらい。で普段はいわゆるお笑いラジオとかはちょいちょい毎週聞くのだと、はい、空気階段、はいはい、踊り場、踊り場、オードリーオールナイトニッポン、はい、マジラブの踊り、マジラブのオールナイトニッポンと、あとラランド、はい、スケールウサギの4つはほぼ毎週聞いてて、相当聞いてますね、ちょいちょい。俺もマジラブはよく聞いてます。いいよね、なんか多分さ、ちょうど我々みたいな人間がハガキ送ってんだよ確かにすごい、ちょうどいい。
まあじゃあ出るのはあんまりないという。いやもうほぼない、うん、てかほぼってか一回もないのかな。あ、黒沢さんのこういうねそのトークというかそういうの聞けるの貴重だと思うんで、いやいやいや、ぜひぜひね聞いていただきたいんですけど、今日はそんな黒沢さんに個人的なところをねもうちょっと深掘りしたいなと思いまして、はい、軽い企画を用意しました。はい、はい、題して黒沢さんに聞け一問一答。はい、というわけで、まあ、リズム隊2人が黒沢さんに聞きたかった質問、普段は聞けなかったけどこんなこと聞いてみたかったなっていうものを次々と投げかけていきます。なるべくスピーディーにお答えいただければなと思います、はい、なるべくスピーディーパッパッといきますんで、はい、あとこれ実はこっそり聞いてくださってるというかその SNS とかフォローしてくださってる人に質問を募集したんですよ。ほう。なんでその方からもたくさん来てるのでそちらも答えていただければなと思っております。はい、じゃあどんどんいきますよ。はい、はい、エゾシカで一番好きな曲は？うわおい、おい、ギターを始めたきっかけは？きっかけは習い事。青いギターの名前はありますか？ないです。お気に入りポイントはありますか？青いギターの、はい、青いとこです。学生時代は何部でしたか？何部、部活やってなかったです。自分の性格を一言で言うと？卑屈。明るい卑屈。旅行に行くならどこ？温泉街とか。いっぱい。人生で一番美味しかったお酒は何ですか？美味しかったお酒か。なんかどっかで飲んだクラフトビールとかかな。サポートで大変なこともしくは大切にしていることはありますか？その景観を損なわないけど、ちゃんといる意味のあるようにはしたいなと思ってます。うん、はいはい。初めて買った CD は何ですか？初めて買った CD は LMC っていうビジュアル系バンドがいまして、うん、それの CD ですかね。好きな食べ物飲み物は何ですか？食べ物はラーメンが好きで、飲み物はビールですかね。エフェクターボードを組まずに放射状にエフェクターを並べるのは何でですか？その日本入りのケースに入れて運んでて、あれ、はい、重たいんですよエフェクターボード。だからしょいたいからです。黒沢さんにとってエフェクターとは？エフェクターとは何だろう。難しいこれ。エフェクターとはもうでも本当に楽しい、好きもあり、うん、仕事でもあり、なんか趣味でもあり仕事でもある、うん、なんか欠かせないものとかですかね。ライブ中ニコニコな黒沢さんが大好きです。ありがとうございます。質問とは？いつも被っている青いキャップはどこのですか？青いキャップはなんか下北の古着屋で買ったやつです。エゾシカメンバーで一番やばいと思う人は誰ですか？やばい、まあでもやっぱすぐるくんかな。はい、以上黒沢さんに聞け一問一答、15個質問をさせていただきました。はい、どうでした？なんかパッパッと言っちゃいましたけど。いやちょっとね答え直したいの。ちょっと振り返っていきましょうか。はい、エゾシカで一番好きな曲はオイ。オイがやっぱ最近レコーディングしたのと、うん、あとデモを聞いた時の衝撃、あとやっぱり自分が参加してから初めての多分音源でもあるので、はいはい、うん、そういう思い入れがあって今パッと出たんですけど、初めてエゾシカをすごい好きなバンドかもって思ったのは猫。猫と占いとかぐや、あの曲はかなり自分が作りたかった曲の雰囲気というか、なんかすごいうわこれやってるバンドいるんだ最高みたいな感じで、すごい初めて虜になったのはそれです。なるほど。まあ多いはね最近リリースされましたけど、うん、黒沢さんにも参加していただいておりますね。はい、じゃあ次か。はい、ギターを始めたきっかけは、まあ、先週もそうなんですけど、ね、習い事。習い事、ね、はい、恥ずかしい。次か。青いギターの名前ないです。ないです。名前とか楽器つけないタイプですね。じゃあそうね、なんか恥ずかしくて。わかります、俺もあんまつけないかな。うんうんうん、でもたまになんか擬人化とか妄想したりとか。おっと、ちょっとレベル高いっすね。冗談です。お気に入りポイントは青いところ。青いところ、そうね、青いところ。青好きなんですよね多分。うん、青い、なんかでももうなんか
使命感みたいなのもあって気づいたら青いギターばっかになってるけど、最近はちょっと卒業したいなみたいな気持ちも、やっぱ青いだけでギターって高いから、古いフェンダーとかだと確かに青い方が高いんですか。青い方がそういうちょっと珍しい色、レイクプラシッドブルーですね。へーだからちょっといろんな色もちょっと取り入れていきたいなとは思いつつ、結果毎回青いギター買っちゃう、うん、でも結構ファッションとかも青系が多いですもんね。でもなんか極力減らすようにはしてる。なんかギターが多いからなんか青い服 着すぎてるとなんか全身青のキモいやつにならないようにちょっと気をつけつつ、結局青が増えちゃう。でもやっぱイメージカラーって感じしますね、うん、しますね、黒沢なのに。あ、確かに。ちょっと何それ滑ったみたいに。そんななんかごめんなさいね。次は、学生時代は、何部でしたか。うん、なし。なし。帰宅部ですか。なんかまず中学校僕あんま行ってないんですけど、その中学校行かなくなるまでは申し訳程度にサッカー部で、そう中学校行かなくなって、そのタイミングで音楽始めたから、そこからなんかまあ音楽やってるみたいな。じゃあ高校とかもそんな部活とかじゃなくて、なんか高校がちょっと変な半分専門学校みたいな音楽のとこだったんで、部活っていう部活もなく、まあ音楽なんかもう学校全体が音楽の部活みたいな、ちょっと変な学校だったんで。じゃあ部活とかよりも音楽をずっとやってたっていう感じですかね。一応やってるって言いながら多分普通になんか家でダラダラしてなるほどですね。続いて自分の性格を一言で言うと明るい卑屈。そう、なんかあんまりねネガティブとかじゃないんですよ。うん、ネガティブなんだけど別になんか引きずんないというか。じゃあ結構そのダメージとかは負うけどすぐ忘れるタイプですか。本当に寝たら忘れちゃう。ああ一緒だ。なんか俺も卑屈なんですよ。だからちょっと系統同じなのかもしれない。近い感じは感じている。ありますよね。ちょっとなんかどうせあの人あれなんだろうなとか思いつつも、まあ寝たら忘れる。ちょっと近いものは感じる確かに。続きまして旅行に行くならどこ？温泉街その他いっぱいってことで。うん、旅行好きっすか？旅行はなんか行けば楽しいんですけど、なんかあんまり行く文化がないからそんなに頻繁には。でもなんか年一ぐらいでは何やかんや行ってるから。いいですね。ね、まあちょそれぐらいがちょうどですよね。そう、ちょうどまあ時期もまあこういうご時世もご時世だけど、でもなんかそれこそ11月ぐらいに金沢に、いいな、行きまして、一番行きたい。温泉入りました。温泉はね入ってないんだけど、ね、美味しいものいっぱい食べた。いいな、海鮮系も。そう、いわゆるお寿司、のどぐろ、あとおでん屋、金沢おでんのなんかちょっと調べたら上から3番目ぐらいに出てくるところとかに運よく入れたりなんかして、おでんって有名なんですか。なんか金沢おでんっていうものがあって、まあなんか具材とかが多分特徴的な感じなのかなっていう。行きたいね。行きたい。でかみんなで行こうよ。行きたいです。ライブして。ツアーで。そうね、遠征もねぜひ黒沢さんも一緒にね。いやぜひ行けるようにしたいですね。続きまして人生で一番うまかったお酒は。これ多分質問の意図僕間違えちゃったなって。どんな時に飲んだお酒じゃない、エピソード的な、うん、多分そうかなと思ってその後頭真っ白になっちゃった。次の質問あんま聞いてなかった。これあの質問者は自分なんですけど。まっちゃんだったんだ。確かにそのなんかタイミングの話ではありました。でも初めてビールを美味しいって思った瞬間があって、お僕保育士の資格持ってるんですけど、はい、その保育の実習がまあしんどいんですよね。で本当に月曜日朝もう7時とかにもう保育園行って一日そこでなんか体験して帰ってからなんか一日をもう日誌っていうのをしっかり細かく書かなきゃいけなくて、本当にもう寝る時間結局ほぼないみたいなのが月から金まで続いた。金は土日に日誌を書けるから金の夜はちょっとなんかいやちょっと今日は休もうみたいな感じでなんか飲んでみたビールが衝撃的にうまくてそっからなんかビール糖みたいな感じになりましたね。労働の後のビール、うん、そうそう、やっぱ
金曜日、金曜日のありがたみってさ、正直ミュージシャンってそんなに、ああ確かにない感覚だけど、うんうん、あれはなんか、あ、これが金曜日かフライデーナイトを感じた。なるほどですね。はい、続きまして、サポートで、大変なこと、大切にしていることはということで、うん、これよかった、いいですね。景観を損なわないって景観を損なわないけど、自分が弾く意味は結構大事にしたいなという、うんうん、なんかそのどっちかじゃダメだろうなと思いながら模索してるみたいな感じですかね。結構そのライブの最初のサポートしてくれてた時とかに、ちょっと MC で振ったりすると、自分景観損ねてないですかって言ってる姿がすごい印象的です。だって前のカズくんとかメガネでさ、結構クールにインテリみたいなイメージもちょっとあったから、うんうんうん、全然損なわってないですよ ね大丈夫、むしろむしろですよ景観を作っていただいてるよね、本当に。でもなんやかんや好き勝手やってます、うん、それが一番嬉しいですね。すいません、はい、続きまして、初めて買った CD は LMC。 そう、 LMC っていう、はい、当時ね、リボーンっていうジャンプ原作のアニメが流行って、ね、って、うんうん、それの多分 2個目のオープニングテーマとかだったのかな、確か。で知って、それこそ先週ルーツとか言った時にあんま言わなかったけど、結構ビジュアル系も好きで、あ、そうなんですね。それこそビジュアル系がの人のブログでレディオヘッドを知ったり、それこそシューゲーザーっぽい音像でやってるバンドとかが結構実はいらっしゃったり、そのいわゆるなんか杭で、はいはい、杭でなんかちょっとなんか怪しい雰囲気とかじゃない、普通に見た目だけそういうビジュアル系でオルタナやってるみたいな人たちが実は結構いて、そういうとこの影響は結構受けて、カリガリとか、あんまり聞いたことはないんですけど、それこそカリガリの方がディーパーズサポートしてらっしゃったりとか、なんかそういうのもあったりで、ちょっとそういう影響を受けてる中での多分初めの方。へー、なるほど、ね、意外ですね、ビジュアル系なんだ。そう、でも厳密に言うと多分親が買ってくれた団子三兄弟初めて買った CD は多分あのちっちゃいやつ、めっちゃ売れてましたみんな持ってたやつ続きまして、好きな食べ物や飲み物は何ですかということで、ラーメンとビール、うん、一番いい組み合わせですね。ラ何ラーメンが好きですか。何ラーメンでも好きですとりあえずなんかもう最近は好きなんだかも分かんないけど、もうとりあえずラーメン食ってる好きやろまあラーメンみんな好きですからね。好きですね。続いて、はい、エフェクターボードを組まず放射状にエフェクターを並べるのはなんでですかということで、あれですよね、ケースに運ぶため重いから、ん、そうリュックタイプのケースで持っていきたいから組まずに、うん、でも車移動の時とか結構ガチガチに組んだボード持ってきたりする日もあるんですけど、やっぱライブハウスにはやっぱお酒とかも飲みたいから、あ車じゃなくて、そうできれば電車で行って。でもさ、なんかよくバンドマンがガラガラガラってカートに乗せて運んでるとか、あれ階段のたんびにしんどくて、うん、でどうしても嫌で、その発明したのが2本入るギターケースを買って片方の部分にエフェクターをねじ込むっていうそれはだいぶ力技ですね。そう、めっちゃ重い。そうですよ。てか実際重かったですもん。すいません。まあでもそれがなんか一個特徴というかね、その足元たまに見る人結構いるじゃないですか。はいはいはい、そのギターとかの、なんか結構黒沢さんだってすぐ分かるみたいな。確かに確かに。なってそうですね。はい、続きまして、黒沢さんにとってエフェクターとは、好きなものでもあり、楽しみでもあり、趣味でもあり、うんうん、ということで。趣味でもあって仕事でもあってというか。なんかこれ一番難しかったかもしれない。難しい質問ですねこれね。なんだろう、別に道具っちゃ道具だし急にドライ突き放しましたさっきこれまっちゃんにも聞いたんですよ実は、はいはいはい、そしたら、まあ、俺売るしなって言ってでもだからめっちゃその自己満ですよねあでもそれで言うと資産でもあるよね。あ、確かに。やっぱさ、それこそ5年前ぐらいに2万5000で買ったやつが今6万とかで売れたりさ、あ結構いろいろあるんです。資産運用
資産運用です。よくない。みんなエフェクター持っといた方がいいですね。じゃあ持っといた方がいいよ。応答する価値があります、ね、毎日ヤフオクとメルカリは見た方がいい。ギターやんない人もね、ちょっとっ、ね、もうそうそう、新しいあるよ、ヴィンテージギターなんか今、うん、こんな話していた。すいません。確かにね、そうですね、資産として持っておくのはいいかもしれません。うんうん、続きまして、ライブ中ニコニコな黒沢さんが大好きです。これはもう質問ではなかったけど。どうもありがとうございます。よくみんな言いますよね、その黒沢さんのやっぱ弾いてる表情とか、なんかニコニコしてるのがすごくいいみたいな。本当ですかね。よく聞きます。これはなんかニヤニヤしてて気持ち悪くない？いやいやいや、警官の話。じゃ続きまして、はい、いつも被っている青いキャップはどこのですか？下北沢の古着屋。下北の古着屋で買った、なんか本当に見たことも聞いたこともないメーカー。じゃあ一点物なの？いやってわけじゃなくて、なんか他の形調べ欲しくて楽天とかで調べたら、本当になんか2000円、新品で 2,3000 円みたいな、なんか本当になんか多分あまりおしゃれな人が買うようなもんではないだろう。ブランドみたいな、なんかわかる。マイナーなところっていうか、なんかもうマイナーとかですらなさそうな。なんか本当に出どころ不明な。それやっぱ青いから買ったんですか？そう、青いから買った。うん、いいっすね。続きまして、エゾシカメンバーで一番ヤバい人はスグルさんってこと。まあヤバいって言い方がに合ってるか分かんないけど、まあ一番変だよね、彼が。変ですね。いい意味で。でもこれはもう多分全員一致ですよね。一番やばいな、もうメモする前からすぐるさんだろうな。いやもう先に。いやでも分かんないよ、松下くんのね、はい、そのあ隠れた隠れた面とかはちょっと気になりますよ。こういうタイプに限ってみたいな。そうそうそう、そんなことないんですよ、ね、って思ってたんですよ俺も。思ってもう4年5年ぐらい一緒にいますけど、全然なんかそう見ててこないですよ、そこ。そう、だから本当にこのまんまなんだろうなと思って。多分そうだよね、だってここリズム隊特にさ、はい、本当に仲良しじゃん。それでまだ見れてないということは、だからよっぽどやばいやつかって。いや本当に隠してる、ひた隠しにしている。めちゃくちゃベロベロに酔わせてもらったら。ああ、そっか、出るか。でも酒癖意外と悪かったりするもんね。そうそうなんだ。そこかな。酒かな。飲みましょう。ちょっとね、暴いていかないと。というわけでたくさんね質問聞きましたけど、なんか黒沢さんのことがちょっと分かった気がします。今までより本当に、うん、なんかあんまこういう話しないじゃないですか、その、うん、一緒にやってなんかね、うん、今まで美味しかったお酒なんですかみたいな。確かに、ね、あんま聞いたりしないんで、はいはい、いい機会だったかなと思いますけど、なんか質問をねいただいた皆さんもいろいろと黒沢さんの一面が分かったんではないでしょうか。というわけで以上、黒沢さんに聞け一問一答でした。2週にわたって黒沢さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、まっちゃん森屋のまかないラジオ。さあ、いろいろとお話ししてきましたが、第23回そろそろ別れのお時間でございます。はい、というわけで黒沢さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。2週にわたって出演していただきましたけど、はい、どうでした？いや、なんか恥ずかしいですよね。改めて。まああんまりねこんな質問ばっかされることもないですもんね。ちょっとカロリーが上がったかもしれない。いやー、取り直したい箇所とかあるよやっぱり、ね。まあ、もうありのままの黒沢さんを見ていただきましょう。というわけで告知をさせてください。3月の4日土曜日、新宿の12会場で行われるサーキットイベント見放題東京2023に出演決定いたしました。久々のサーキットフェスとなります。チケットなど詳細は見放題東京2023の、ホームページなどからチェックしてください。そしてですね、エゾシカグルメクラブの2回目のワンマンライブ、ナードアーバンエレクトリック2が開催決定いたしました。はい。今回は目標にしていた渋谷 WWW での開催です。いやー、これは来てほしい、ぜひぜひ絶対に来てほしいイベントでございます。はい。チケットはですね、各会場、各ライブ会場での手売りチケット、またはパスマーケットで対応しております。こちら当日の入場順が手売りチケット、パスマーケットの順番になっておりますので、お気をつけください。ぜひ当日までのライブにお越しいただいて、チケットを買っていただければなと思っております。たくさんのご来場お待ちしております。はい。
その他エゾシカグルメクラブの最新情報は公式ホームページまたは SNS でチェックしてください。はい、そしてこの番組の感想ややってほしいこと、僕たちへの質問やこんなことを話してほしいといったトークテーマや企画も募集しております。はい、ツイッターでハッシュタグマカラジをつけてのツイートやメールアドレスまかないラジオ @gmail.com へのお便りお待ちしております。はい、はい、そして次回の投稿は3月5日の日曜日となっておりますのでぜひお聞きください。ここまでのお相手はエゾシカグルメクラブベース松下和樹と、エゾシカグルメクラブドラムの森谷優希と、ギターの黒沢でした。はい、また来週ありがとうございました。ありがとうございました。